ます。今日はスペシャルゲストと一緒に大丸東京店に来ております。よろしくお願いします。はい、琴恵さんです。琴恵です。皆さん今日は何しに来たかすごいどん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 と思ってると思いますが、リンゴルフのゴルフコンペでですね、女性のリンゴル大賞が純ロペ一式フルコーデ、私と一緒にお買い物をするということだったんですが、当選されたのが琴恵さんになります。どうでしたかコンペ？コンペ緊張しましたし、はい、でもなんかまさか私に当たるとは思わなかったので、はい、とても嬉しかったです。この間もネイルをすごく可愛くしてもらったんですけど、今日もなんとあの出たばっかりのリンゴルのベストとスカートのネイルにしてくれてます。ネイリストさんが、はい、ココロちゃんだけにハートも、おお、なるほど、ハートにもしてくれました。リンゴルフに心に愛が詰まってるネイルです。で、今日は琴恵さんと一緒にお買い物を楽しみたいと思います。はい、よろしくお願いします。じゃ早速ね、はい、行きましょう。はい、はい、琴恵さんの好きな色って何ですか？黄色とか黄色、緑とか緑、はい、もちろんね。コンペの時は水色でしたよね、はい、すごい印象的で、はい、水色、ブルーのちょっと色合いが違う感じのブルーに、はい、オレンジですね、オレンジ、はい、ベルトで、でもリンゴルネイル で青が似合うイメージがすごくあったんですけど、じゃあ好きな色は黄色、緑、ネイビー、ネイビー、ね、柄物とシンプルなものはどっちが多いですか？柄物が多いですね。柄物が多い、はい、なるほど。普段選ばない感じを一つと、はい、まあ琴恵さんらしい感じのイメージのものの2パターンでどちらかでいきたいかなと思ってます、はい、ノースリーブは基本着ない？着ないです。なるほどね、ワンピースノースリーブが多いもんね。はい、多いですね。アンダーは着ない？アンダー着ます。アンダーは着ます、はい、こういうタイプのワンピースがあるんですか？はい、あの袖がこうなってないタイプも特に着ない。普段そうですね、スイングの時にこう上がる、上がる、あー、わかる。気になる、こことかね、気になりますよね。あー、黄色に合いますね、うん、なんかね、顔色が急に明るくなる。画面のピンクもすごい似合うと思うんで、これもね、新作なんです。ピンク好きですか？ピンクも着ます。白ピンクスポーツ、その1個持ってるのはもうフラミンゴ、うん、多分すごい、この間も柄はすごい綺麗に着こなってたんで、柄のフラミンゴは多分もうすごい似合う。下って何履きますか、いつも？スカートか、スカートパンツ、はい、パンツも履きますし、短パンも履きます。でそこは特に、はい、肌の色とか、バックスタイルが可愛いんですよね、うん、表ワッペンで裏が結構、しかも前のフラミンゴと違って結構大人な感じになったんで、可愛らしさもあるけどちょっとこう女性というか大人のゴルファーに結構向いたフラミンゴだなと。水色はやっぱり似合うと思うけど、ちょっとあえて外そう。でも水色は私あんまり自分で選ばないんですよ。あ、そうなんですか。え、じゃあ前回の、あ、旦那さんがね、はい、旦那さんチョイスだったんですね、はい、前回、うん、似合う。黒似合うと思うんだけど、私嫌いじゃない、ちょっと待って。これからね、ピンクが似合うと思うんですよ。パキッとした色が多分似合う。だいぶイメージが変わる。ちょっとこれをまず1個、じゃちょっとお助けをね、お助けを呼びたいと思います。佐藤さん、16の佐藤さんです。よろしくお願いします。いつもと違う感じ1個と、まあ、フラミンゴすごくあの柄物似合うんでフラミンゴ1個選びたいなと思ってるんですけど、フラミンゴ何色がいいと思いますか？グリーンとかも挑戦のグリーンでも、グリーンはかなり鮮やかな色なんですか？これだと白だな、持ってくるのが。あ、
あ、こっちの方がいい。こっちの方がいい。なんか赤が入ってるのがすごい気になって私。キャップとバイザーはどっちのタイプですか？バイザーです。もっぱら。バイザーです。もっぱら。キャップはあまり被れません。真夏でもですか？真夏でも。バイザーです。真夏もバイザー。そうだ。なんかブルーじゃない。こんな感じかな。ありますピンク。あ、ピンクで。かわいい。いい。よし、小田さんに来てもらおう。いいですか。はい。よし、小田さんに来てもらいましょう。じゃあなんか、なんかめっちゃ似合うんだけど。似合う。え、何？もう普段も素足でか長いソックスを。どうですか着心地とか。すごい柔らかいですね、うんうん、すごくそう、ここもそう、気持ちいいですね、これもう純ロペの縫製すごいんで、あーすごい縫製がすごい、うん、すごい動きやすいですね、うん、爽やか爽やかめっちゃ爽やか夏って感じ、トロピカルって感じ、いやすっごいあっちにやってたんですよで、はい、もう爽やかさはこっちの方、あ夏、うん、夏感はそうですねこっちのがあるんですけど、ちょっと旦那さんの意見も聞こう。緑が結構いいんですけど、うん、上がなんかこう爽やかすぎ、そうですよね、うん、派手派手なんかいいんですかね、あらがた流行ってるんですね今年は、なんかこっちかも着替えてきましょうか、難しいね一式なんか結構パンパンパンって選べると思ったんだけど、やっぱ着てみるといろいろ悩みますね、あー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 似合いますね、似合いますか、パキッとする、あーもうガラガラあんまり着ませんね、ガラガラ着ない、ガラにガラは着ないです、着ないです、でもこれって手持ちのネイビーいっぱい持ってたネイビー、はい、両方合うんですよネイビーが、そうですね、だから手持ちのものと相当合わせやすいかな、そうですね、チェンジ、多分スカートのネイビーでもポロシャツのネイビーでもお持ちですもんね、はい、スケットスケットスケットどんだけ呼ぶんだっていう仲いい高木さんです、どうもこんにちは、スケットがお父さんにすごい合ってて、はい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 、なんかすごい綺麗だね、なんかね、もうこれ着た時のなんかさすごいもうあっっていうのがこっちもあはあったんですけど、なんかね違うあだったんだよね、持ってそうかなっていうか、こっちでこっちで、はい、ありがとうございます、すいません悩みに悩んで、こちらのコーディネートに決定しました、ありがとうございます、ここが気になるって言ってたの全く気にならないのと、あとさらにここから下もすっごい綺麗になりました、来た時に一番最初思ったのは、はい、今よりさらに来た時にあれ、お父さんおかくだったこの上やれと思ってぐらい似合ってました、はい、ありがとうございます、こちらを着て、はい、ガンガンゴルフに行きます、なんか合わせが、ね、グレーだとちょっとやっぱり黒ですかね、はい、じゃあこれをこれも 1,2,3,4 点、はい、プレゼントします、ありがとうございます、ありがとうございます、どうでしたか初めての YouTube 出演は、ドキドキですね、緊張で、きっと大笑いですね皆さん、いや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 見てる方も分かる分かるみたいな、悩むよねみたいな感じで見てくれてると思います、はい、YouTube のチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします、お願いします、では皆さん、あの夏のファッションこれからどん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 暑くなってくるので、ぜひ大丸東京店純ロペさんにもいらしてください、今日はありがとうございました、ありがとうございました、次回の動画も楽しみにしててください、バイバーイ。